はいどうも、しです。ボコです。今回はですね、巷で話題のナベラー。ナベラー。ナベラーやってみた企画です。いろんなお店さんが今テイクアウトしてて、で、そのインスタグラムでその記事をずっとこうやって見てたら、もうね、何回かね、目に留まるラーメンがあったんですよ。野菜みたいなの結構ボリュームがあって、ニンニクが超ガッツリ入ってるラーメンがあって、それがなんかめちゃくちゃ俺の中でインスタ映えしてて、もう超うまそうだなと思って、それが。丼を持って行ってもいいし、鍋をそのまま持って行ってもいいと。鍋を持って行くぞということで、今回行ってきました。で、今回ご紹介するラーメン屋がですね、長岡市にある中華そば一松。私たちがオーダーしたのがですね、鬼のスタミナラーメンということで、いろんな種類の写真貼ってあったけど、美味しそうだね、うん、全部。もう一個ね、油そばかな、うん、ちょっとね、うまそうだなと思ってたんだけど、ちょっと今回ね、ちょっと鬼のスタミナラーメン、もうそれ一択だったわ。お鍋にラーメンを入れて持って帰ってきたんですよ。ちょっと冷めたんで、これからちょっとさっと温めて、これからみんなで食してみたいと思います。食します。今回このためだけにコメリでね、コメリで鍋買って980円ぐらいの、ちょっと安い、ケチってね、ちょっと安いな、もうちょっとこのぐらいのね。店入るときちょっと恥ずかしかった。ちょっと恥ずかしく、鍋持ってね、入るのってね、ちょっと恥ずかしいよね。恥ずかしい。店の丼を使って、うん、後で返しに来てもいいですよっていう風にも あ、そうだね、あったので、うん、それも書いてあったね、うん、まあ手ぶらで行っても食べれます、うんね、ラーメンをちょっと温めて食ってみますか。食ってみますか。はい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 でもすごいよね、これ家庭で出せない匂いじゃない。確かに煮るラーメンだとね、すっごいいい匂いだね、お店の、あ、ほんとラーメン屋の匂いでしょこれ、ということでちょっと、おー、温めてきましたよ。うまそう。太めね、太め、太めだね。うまそう。これが3人前。これ3人前で、この上に、この上にこいつをかけると、もうニンニクの量だ。ニンニク、鬼のスタミナだからね、鬼のスタミナ、すごい。そしてさらにこのすったニンニクだね。すったニンニク、こいつをぶち込んでいくと、やばいでしょ。すごいね。やばいでしょ。始め、なのかな。はい、お待ち。はい、お待ち。あ、こうお店じゃん、ほんとに。すごっ。いただきます。いただきます。レンゲ忘れた。黙々と食いすぎ、うん、めっちゃニンニク効いてる、うん、いや、お店の人にも、うん、結構すごいっすよって言われたから、うん、あ、ほんと、うん、チャーシューもめっちゃ美味しい。スタミナラーメン、うん、これ丼物もあるから、うん、あ、うん、そうなんだ。ラーメンじゃなくて、うん、いや、全然食えるでしょ。丼だけでもある。鬼のスタミナ丼みたいな、鬼のスタミナ丼だ。うん、今回この市松さん、うん、俺お店で直接食ったことなくて今回初めてだったんだけど、うん、結構ほら今鍋でさ、うん、入れて持ってきてもらったから、うん、ちょっと味が濃くなったのか、うん、これが本来の味なのか分かんないんだけど、うん、俺結構こういう濃いめ好きだからさ、うんうんうん、ネギ、ニラ、ニンニクね、うん、まあ、確かにこのスタミナ感は半端ないけど、いや、一杯もう満足でしょこれ、がっつり効くわこれ。いや、あの家でお店のラーメンが食えるってやっぱいいですね。いいよね。うん、結構魚介効いてるね。効いてる。だからそのニンニクで霞まないもんね。うん、
ニンニクがっつり入ってるけど、すんげえうまい。このなんかゴロゴロしたチャーシューもまたいいね。チャーシュー美味しいよね。すごいうまい。ネギも玉ねぎも入ってんだね。あ、ほんと？うん、もうネギ好きたまんねえじゃんね。うん、絶対。これなんか麺も結構あるね、三等分したけど。あるある、なんか大盛りぐらいあるね。うん、テイクアウト系ってさ、うん、量少なかったりするじゃん。うんうん、これだけで十分だわ。うん、お店の人も優しかったしね。うん、うん、これさ、超近所の人さ、うん、超良くない？うん、羨ましい。ね、もうほぼ徒歩圏内なんてさ、うん、もう鍋持ってってさ、うん、あ、お腹空いたみたいな、これ入れてないみたいなさ、うん、感じでそうだった。最高。ラーメン屋もさ、うん、結構テイクアウト始めてきたけどさ、うんうん、まだまだお店が少ないじゃん。あー、ラーメンのテイクアウトが、うんうん、結構調べてみたけど、なんか餃子とかチャーシューとかはあるけど、こういう麺作ってそのままっていう、丼物系でしょ、うんうんうん、あんまりないから嬉しい。コロナでさ、自粛だからさ、うん、休みの前の日とかだったらね、うん、ちょっとニンニクがっつり入れますね。ニンニク気にしないでね、うん、めちゃくちゃうめえもん。俺今まで食べたラーメンの中で一番ニンニク効いてるかもしれない、うん、もうこの感覚よ、うん、新しい感触。ごちそうさまでした。市松さん、ありがとうございました。美味しかったです。アクセスもすごいしね。長岡インター降りて車で2分、1分2分ぐらいだもんね。あ、そうですね。駐車場もいっぱいあるし、うん、あの、電話もしなくていいし、うん、もう行ってすぐ、もうすぐポンって帰るから、うん。あ、これすげえわ。うん、スープ余しといてさ、また明日なんかその辺で麺買ってきてさ。ああ、やばいそれ。二度三度楽しめる。超がっつり。いやこれ大丈夫？こういう人いるでしょ。おじさんがラーメン屋でやるやるやる。いやでも汗かいたらさ、うん、もうまあつきたくない、うん、首までいくなって。やらんかねえじゃんやっぱ。やっぱさ、これやってさ、ラーメン食ったなーっつーさ。ここ行かないよね、さすがに。そこ行かないよね、うん、そこはね、そこまで行ったらね、もうバカでしょ、だって行ってんじゃん。行ってんじゃん。あ、ちょっと他の食いたいね、これね、うんうん、ちょっと美味しかっただけに、うん、店員さんが神対応で。そうだね、店員さんすごいよくしてくれたのね、うんうん、ラーメンコーナーやりたいんだよね、本当はね。ただもうちょっとこう、いろんなお店さんがラーメンのテイクアウトやってくれると、うん、やってくれてるさ、ラーメン屋もあるけどさ、うん、なかなかやっぱこのコロナの影響でさ、行きづらいじゃん、うん、やっぱり。らしい。はい、今 OC が足組み替える時、おならおならが漏れちゃった。出した感じじゃない、あれ漏れた感じ。ごめん、聞こえなかった、ね、聞こえなかった、うん、ビッツだよね。突っ込んでいいものか、あれなんか。いいよ、突っ込もうよ。カットしないから。あの、いや、あんまりそういう動画だから、わざとのあれじゃないから。今だからどうかなの確信が持てなかった。それはね、きっと多分捉えてる。カメラが完全に捉えてる。音拾ってるかな。なかなかね、やっぱり今突然こうなっちゃったから、うん、テイクアウトやってますって言って、なかなかその宣伝とか告知が間に合ってないお店さんも結構多いからね、うん、だから独自の何、そのインスタグラムとか、うん、さ、そういうフェイスブックとかツイッターとかで、うん、みんな一生懸命やってるけど、うん、ね、なかなかそれ伝わらないじゃん、うん、でこんな不況の中にだって広告費でお金もなかなか使えないじゃん、きっと、うんうんうん、じゃあ雑誌に出すとかさ、うん、ね、やっぱりそういう SNS 使ってやるしかないだろうし、うん、みんなにいろいろこう情報提供じゃないけど、うん、情報の共有として、うん、まあ、こういうテイクアウトいっぱいあるよっていうのね、うん、今後もやっていきたいからね、テイクアウトラーメンね、うん、またやらせていただきますんで、ぜひぜひまた見ていただければと思います。まあ、今回は長岡市、長岡市だ ね中華そば、うん、市松さん、鬼のスタミナラーメンいただきました。星3つ切らねえぞ。切らねえぞ、ここ。ということで、また次回もお楽しみに。お楽しみに。では、現場からは以上です。お疲れ様でした。バイバイ。